モーニングジャム。スリー、フォー、おもろい家族パート2。この時間はいい土地にいい建物を斉藤工務店、噂の自販機屋さん、給食、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしてなんといってもこのモーニングジャムはそうです、1月2日木曜日です。年明け一発目の放送は公開生放送からスタートいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。よくよく考えたらあと2週間で公開の放送というもう年末年始挟むから、うん、なんかすごく遠い話みたいに感じますけど、はい、そうなんですよ、うん、もうねあの2週間後なんです。すぐ来ますね。そうね、ということは2週間後もうみんな新たな気持ちになってるってことですよね。あ、そっか、そうですね。そういうことなんですよ、うん、いやだからねこの年末年始っていうのはね本当に、公開生放送が入っちゃうと私もなんか年末っていう感じがしないですね。ダラダラダラっていうね、そんな感じになっちゃうんじゃないかなと心配してるんですけれども、はい、まあまあそれはね皆さんと一緒に新年を、新春初笑いのモーニングジャム、お正月だよ、全集合ですよ、はい、金の中地丼令和バージョンは70人に当たるし、うん、あの新しいね男と女の恋愛格言のステッカーもある程度は配るし、はい、おもろい家族はもちろんのことながら傑作選やるんでどうぞお楽しみに、はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。さつきさんです。中地彩奈ちゃんこんにちは。こんにちは。私には2人の娘がおります。今日は下の娘の話。笑いのツボが小さい、毎日本気で笑って過ごす天然が玉に傷の彼女。なかなか彼氏ができませんでした。でもモテないわけじゃないんです。結構アプローチもされてました。高校生の頃学校のイベントでステージ上でキーボードを演奏することになった彼女は、前の日のクラスメート男子に明日のステージ緊張すると話をしていたら、俺が観覧席のセンターで見守ってやる、だから安心して頑張れと言われたと言うんです。それって告られてるのも同然でしょって言うと、そうかな、でもそんなことされたら逆にもっと緊張するからやめてって言ったんだよねと。彼女分かってないね、明日は絶対記念日になるよと言って翌日を迎えました。私も観覧席で見守ってました。さて次は娘の出番、センターに座るのはどんな男子なんだろう。最前列には女子がずらりと座っています。3列目には男の子、あの子かな、あっちの子かな。すると男の子が6人ドカドカっとやってきて2列目に移動しました。その中に爽やかなイケメン、私のストライク君が、あんな子が娘の彼氏だったらいいなと思っていたら、なんとその男子がセンターに立ち、ステージでキーボードの音を調整している娘に向かってガッツポーズ。すると娘ははにかんでうつむきながらこくりとうなずいたんです。私の頭の中ではラブストーリーが突然に始まってしまって男の子、緊張するなよ、いつも通りだ、リラックスしていけ、うん、ありがとう、頑張るよ、ずっと見守ってね、キャー。それからステージが始まるとその子は立って大きく手を振ったり手拍子したり、みんなで盛り上げてくれて大成功だったんです。なんていい子。学校まで車で行っていた私は娘の帰りを待って一緒に帰ることもできたんですが、私の描くラブストーリーでは今日一緒に帰ろうと彼に誘われて、母が邪魔してはいけない、そう思ってテントで売っていたいちご大福を10個買い込んで娘に、ステージよかったよ、これグループのこと応援してくれた子たちと一緒に食べなさいね、お母さん用事があるから先に帰っておくからねと言い残してとっとと帰りました。この後の私の予想ラブストーリー、彼が、今日は大成功だったな、お祝いに俺がパフェおごってあげるよ、一緒に帰ろうと2人で帰ることになって、パフェを食べ終えると、あのさ話があるんだけど、俺お前のことが好きなんだ、付き合ってくれ、キャー。
めでたくお付き合いすることになって手をつないで帰ってくる。夕方6時そろそろ駅までお迎えをお願いしますというメールがあってもいい時間。盛り上がっているのかな。7時までに帰ってくればいいかな。そわそわしながらメールを待ち続ける私。8時になっても連絡なし。ちょっと何かあったのかしら。6時にようやく至って普通にお母さん9時過ぎに駅に着きます、お迎えお願いしますというメール。心配しながらも駅までお迎えにいつものように車に乗り込んだ彼女。今日はうまくいってよかったとだけ。もう私いても立ってもいられなくなってとうとう私の方から尋ねました。盛り上がって大成功だったね。それで彼は何か言ってくれた？一緒に帰ろうなんて誘われなかったの？と聞いたらめっちゃ盛り上げてくれて、あの後もかなり盛り上がってよかったよってハイテンションで、今日は2人で打ち上げしようって言ってくれたけど、今日は塾の日だから明日みんなで打ち上げしてねって言ったよとの子。なんですと2人で打ち上げっていう意味が分かってない彼女。きっと彼女は彼女にとって彼は恋愛対象ではないんだなと、私の作ったラブストーリーはジエンドになりました。その後大学生になって福岡にある某国立大学の医学部生と知り合うことに。今日は差し入れを持ってサークルの応援に行ってくると彼女。イケメン、長身、明朗、高校時代のお友達はお友達止まり、今度はイケメンではないけどとっても賢くて真面目でスポーツもできる穏やかな男子が近寄ってきてくれているんです。差し入れのちょっと大人、差し入れの料理を、一生懸命考えてる彼女を見て、よしよし今年の花火大会にはちょっと大人っぽい浴衣を新調してあげようと歩きやすい下駄も買ってあげなきゃとウキウキの私。帰宅した彼女にどうだったと聞いたら、楽しかったよ、サークルもめっちゃ楽しそうで頑張ってた、だけどね差し入れにちゃんとおごちそうさまを言えない人だったから彼氏は無理。あおごちそうさまをちゃんと言えないって、言えばいい、ちゃんと言ってねって言えばいいじゃないと言ったら、おごちそうさまがちゃんと言えない人ってありがとうとかごめんなさいも言えない人だよ、ダメ。娘はとってもおっとりした子なのに見る目はとても厳しいんです。それがそんな彼女に今年8月頃とうとう彼氏ができたみたいで、ねえ彼氏できたやろと聞いたら、お母さんなんでわかると、お母さんあなたの母を何年やってると思ってるの、それぐらいすぐにわかるよ、母のアンテナを侮ってはいけないよ、何でもお見通しなんだから。それにしてもバンザーイ、念願かなって娘に彼氏ができました。大学生活に潤いと張りが出る。だけどどんな彼氏なのか私には想像もつきません。理想の桜井翔くんのような人なのかと思って、写真見せてと携帯の写真見せてもらったら、まさかまさかのロン毛にパツキン理解できない、どんなところに惹かれたのって聞いたら、いつもいつも笑って いられるの、そして馬が合うっていうのかな、一緒にいて落ち着くんだよね、それにねこんな頭してるけどめちゃくちゃ努力家なんだよ、真面目なんだよと彼女。慎重なあなたが選んだ人だからきっと本当にそうなのね、イケメン好きの母としては早く会ってみたい今日この頃です。すごいね、すごい、でもこんなに恋愛に協力的なお母さんもいらっしゃるんですね世の中には。まあお母さんとかだったら割と協力的だったりとかっていう、彩菜ちゃんところはどうなの。母は話は聞いてくれるんですけど、なんかこう大人っぽい浴衣を新調してあげようみたいな感じじゃもう全くないです厳しい人ですあ、なるほどなるほど、だからお付き合いしてる人がこういう人なんだって言ったら、それはどうなんだろうとか、はい、まさに言います私の母は言います、なんでなのとか、どこが良かったんとか普通にぐさっとすることを言ってくるんですよそう合わせたっていうこともあるんですか。母には合わせたことはあるんですけどあの会った後もやっぱり2人になると、どこが良かったんとか言われたこともやっぱある
もう本当にそうですか、はい、羨ましい限りです、まあ、なので浴衣を新調してあげなきゃとか下駄をね、歩きやすい下駄、なるほどね、まあまあまあいろいろあるんでしょうけれども、はい、いやー素晴らしいお話ですね、まあその彼とのね、はい、なんだかんだでまたおもろい家族にメッセージしたくなるっていうこともあるかもしれません、はい、その時はぜひ続きを送ってください。モーニングジャム